グレーズ・オブ・モナコ公費ーーの切り札は2014年のフランス・アメリカ・ベルギー・イタリア合作の電気映画。監督はオリビエ・ダーン。出演はニコール・キットマンとティム・ロスなど。ハリウッドスターからモナコ公費ーーとなったグレース・ケリーが存亡の危機に立たされた広告を救うために見せた一世一代の大芝居を描いている。2014年5月に行われた第67回。 カンヌ国際映画祭でオープニング作品として上映された。人気の絶頂でハリウッドスターの座を捨てモナコ公妃となったグレース・ケリーはモナコ宮殿のしきたりに馴染めず公務にいそしむオットレイニエ3世とのすれ違いも重なり孤独を感じていた。結婚から5年が過ぎた1961年12月、グレースのもにハリウッド時代の地記だったヒッチコックが新作映画 マーニーの脚本を携え会いに来る。ヒッチコックは、宮殿で孤立するグレースに、マーニーの主演を引き受けてほしいと依頼する。5年振りの女優復帰に喜ぶグレースだったが、モナコ公費としての立場を考え回答を保留する。翌1962年。フランス大統領ド・ゴールは、長引くアルジェリア戦争の戦費を得るため、モナコ政府に対し、モナコ国内にある、 フランス企業から税金を徴収し、フランスに支払うように要求する。レーニエは、モナコの国家基盤を揺るがすとして、徴税を拒否するが、ド・ゴールは、要求を断るなら、モナコを、フランス領として併合すると声明を発表し、圧力をかける。両国関係が緊迫した状態となる中、レーニエは、グレースの女優復帰を認め、彼女は、 両国問題が解決した後に女優に復帰することを公表しようと考える。しかし、女優復帰の情報が宮殿内からマスコミにリークされ、グレースはモナコから逃げ出そうとしていると批判されてしまう。グレースの相談を受けたタッカー神父は宮殿内にフランスに内通するスパイがいると指摘し、彼女にスパイの捜索を提案する。1 9 6二年七月、 フランスの圧力に屈したレーニエは、課税を了承するが、ド・ゴールは、モナコ企業にも課税し、フランスに支払うように要求し、モナコとの国境を封鎖する。交渉に失敗したレーニエは、グレースに八つ当たりし、女優復帰の話を断るように告げる。ショックを受けたグレースは、離婚を考えるが、タッカー神父に悟され思いとどまる。グレースはモナコを守るため、タッカー神父の紹介で、 デリエル伯爵の元を訪れ、モナコの伝統、外交儀礼についてのレッスンを受ける。一方のレーニエは、各国の外交施設をモナコに招き、モナコへの支援を呼びかけようとした。そんな中、グレースの元に、フランスに情報を流しているのが、秘書のマッチだという報告が届く。グレースはルパートに、マッチの裏切りの証拠を得て、雇い主が誰かを突き止める、よう指示する。 二ヶ月後、グレースとレーニエは和解し、各国施設を招いたサミットに望み支援を訴えるが、サミット終了直後に発生したド・ゴール暗殺未遂事件の影響で、各国施設はモナコを離れてしまう。グレースは、レーニエの敗北をよそにジャン・シャルルが、フランスの要求受け入れを進言するのを聞き、さらに、レーニエの姉であるアントワネットが、事態の進展に安堵する表情に絶望する。 悲嘆に暮れるグレースのもとに、マジは情報をフランスに売っていたのではなく、自ら探偵を雇い、アントワネットと夫のジャンシャルルを探っていたという事実が告げられる。マジは探偵の調査報告に基づいて、アントワネットが自分の息子を対抗意につけるため、レーニエの追い落としを企んでいるという事実をグレースに告げ、グレースに従い、レーニエに証言する。グレースとレーニエは、 アントワネットと夫のジャンシャルルの国外追放を決定し、グレースはヒッチコックに出演事態を伝えると同時に、国際赤十字の馬直球伯爵夫人の協力を取り付け、ドゴールをはじめとする世界中の著名人、政治家たちを集めて、舞踏会を開催すると発表する。10月9日、要人たちを招いた舞踏会の場で、グレースは、 人々の愛と平和への気持ちを伝えるスピーチを行い、出席者からの喝采を受ける。アメリカのマクナマラ国防長官ら出席者の反応を見たド・ゴールは、世界中がグレースを支持していることを痛感し、モナコへの強行策を撤回、翌1963年にモナコの国境封鎖を解除する。カッコ内は日本を吹き替え、グレース・ケリーとレーニーへ賛成の実施である。 アルベール2世、カロリーヌ公女、ステファニー公女の3人は、撮影終了後の2013年1月に本作に、対して、必要以上に美化され、史実に対して、不正確と、批判、数多くの変更を要求したにもかかわらず無視、されており、本作は、電気映画ではなく、完全なフィクションであるとしている。アルベール2世は、特に父親である、 レイニエセ世が指導者として一方的で妻を束縛する男として描写されている点に不満を感じ第67回カンヌ国際映画祭のオープニング上映への出席を拒否した。モナコ皇室の反応について主演のニコール・キットマンは本作にファミリーを批判する意図はなく完全な電気映画とも違うとコメントしている。批評家からもおおむね低評価である。 ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、美しく取られてはいるが、全くつまらない。グレーズ・オブ・モナコ公コ費ーーの切り札は、題材にも観客にも敬意を払うことができていない。であり、批評家による74件のレビューのうち、高評価は9%に当たる7件のみで、平均して10点満点中3、26点にとどまっている。メタクレティックによれば、 非評価による10件のレビューのうち、高評価は1件、賛否混在は2件、低評価は7件で、平均して100点満点中21点を得ている。アロシネによれば、フランスの14のメディアによる評価の平均は5点満点中2、5点である。上記のように、映画自体には批判的な見方もあるが、主演のニコール・キットマンは、 全米映画俳優組合賞にノミネートされるなど演技を評価する声も寄せられている。ありがとうございます。